じゃあ向こうで家とかも買ったの？はい。どこに買ったの？僕はロサンゼルス、あのドジャースに8年契約だったので、うん、ロサンゼルスにあります。え、どんな家なの？どんな家？いやもう何ですか、普通の家ですよ、まあ、普通の家。いや、普通の家なんじゃないよ。プールもあるの？ありますよ。YouTube も？あの家から引っ越しました。最初はあの家でした。はい、うん、いやいや、アメリカってまあ何食べてんの？何食べ、食べ物は日本じゃない。いやいや、絶対いやいや食べるのもなんかこう金のお皿かなんか。いやいやいや、どんなイメージですか。いやいや、本当に、いや、あの、ね、妻が作ってくれたら普通の日本食の家庭料理というか家で食べる料理ですよ。はい、金のとか、どんな、どういう生活ですか。なんていうの、派手にならないタイプ？僕はそうですね。別、じゃあ別にお金っていうよりも、はい、やっぱり自分の挑戦を続けてるというだけ、それにお金がまあついてきてるだけで、まあ、そうですね、まあ、家族もあるのでしっかりこう、ね、必要なものは必要ですけど、うん、お金っていうところも、まあ、あとは、まあ、野球選手ってなるとまあ契約の内容とか、うん、その本当に大事になってくるというか、まあ、それイコール評価なので、うん、まあ、そこはやっぱり高ければ高い方が自分の評価が高いっていうことなので、まあ、 そうそう、まあ、それはもうもちろんありがたいことですし、うん、嬉しいことですけど、俺ね、ダルビッシュとこう話をした時に、はい、なんかすごいじゃない、お金が、はい、いやいや、お金がすごい。でも豊さんも現役の時にいっぱいもらってたじゃないですか。いや、いっぱいもらってたけども、はい、そんなのもなんかこの鼻くそみたいなもんだ。いやいや、そんなことない。メジャーリーガーから比べると。でもね、俺思ったのが、あんなによく金出すなと思った。俺、人間性に出してるっていうのが腑に落ちたんだよ、はい、ダルと話をしてて。いや、そのぐらいやっぱり人間的に素晴らしい人たちが集まって真摯に野球をやる、はい、まあ、そこにやっぱお金を、ね、うん、オーナーが投じてる、はい、これはやっぱ当たり前のことだなっていうふうに俺は感じたんだよね、はい、それを聞いてどう思う？まあ、でもやっぱり今その人間性っていうのも言われましたけど、やっぱりチームにこの悪影響を与える選手っていうのは今やっぱり契約されなくなったりとか、やっぱり途中でこうクビにされたりとかっていうのも結構増えてきてるので、うん、昔はやっぱり野球ができればいいとかっていう、うん、僕が行った時のメジャーとかもそうだったんですけど、やっぱりチームの輪を乱す選手とか、うん、遅刻してくる選手とかいっぱいいたんですけど、うん、やっぱり最近はもうそういう選手がいなくなってきてますね、うん、やっぱり真摯に、はい、輪を乱すような選手っていうのは長く残らないように感じます、うん、でも、はい、ドジャースを皮切りにっていうことになるとさ、やっぱ名門じゃない、はい、だ名門でのプレッシャーとかやっぱ向こうでもあるの、はい、ありますね、まあ、僕はドジャースとツインズでプレーしましたけど、うん、やっぱり全然違いますね。ツインズっていうとどっちかというと田舎というか、うんうん、まあ、記者の数とかももちろんドジャースの、うん、10倍ぐらい違うのかな、うん、全然違うんですけど、まあ、やっぱりプレッシャーとか、やっぱワールドシリーズに出ないといけない、ワールドチャンピオンにならないといけないっていうチームなので、うん、まあそうだよね、まあ、僕がいた時も今もそうですけど、地区優勝何連覇してるんですか、ずっと勝ってるので。でも毎回もずっと出てるじゃん。僕そうです、8年で6回優勝してるんで。そうだよね。すごいよね、そういう意味では。そうなんですよ。でもそのプレッシャーの中でやるっていうのはやっぱ大変なことでしょ、はい、そうですね、やっぱりでもメジャーリーグってプレーオフに行ってからが勝負みたいなところもありますし、うん、みんながやっぱそこを目指してるので、うん、最初1年目でこう先発させてもらった時はやっぱりびっくりしましたね、うん、この球場の雰囲気が普段と違いすぎて、うん、飲み込まれたというか圧倒されました。ああ、はい、メジャーリーグって応援がない分、ああ、はい、普段って静かな、そうだ、ね、ピンチの場面とか勝った瞬間とかにバーって盛り上がるじゃないですか、うん、プレーオフって1回からもうずっと盛り上がってるんですよ、うん、で普段との違いが大きすぎて飲み込まれたというか、うわすごいみたいになってしまったので。あのメジャーの雰囲気ってさ、はい、なんか審判が出てくるまで、はい、なんか静寂してるんだよ ね、 シーンとしてね、はい、で出てきた瞬間からブワーッと盛り上がるんだけどさ、はいはい、あの雰囲気はいいよね。そうですね、とかあの国歌のこう、ね、瞬間とかっていうのはすごく鳥肌が立つ瞬間とかもありますし、うん、じゃあツインズでは、はい、ある程度楽に、そうですね、あの、まあ、怪我とかいろいろあったけど、はいはい、まあ、ツインズはあのもちろんあの強いチームだったので優勝を目指してやってますけど、どっちかというとこう楽なチームというかチームの決まりも少なかったりとか、うん、あとは監督の考えとか GM の考えとか、あと選手もラテンの選手がどっちかというと多くて、うん、陽気なチームというか、ルールもない好きにどうぞみたいな感じのチームでした。でもいろんな契約があるでしょ、はい、あの遠征先のホテルはスイートだとか、はい、
いろいろあったと思うんだけども、はい、スイートだった。僕は契約には入ってないんですけど、あの、はい、スイートにしてくれてましたね。なんかチームの人がいや、やっぱすごいよね。なんかそうですね、まあ年数とかももちろんあるんですけど、うん、あとはまあ時によっては違う時ももちろんありますけど。遠征先の食事とかどうしてるの？食事はその本当に日本食のある地域だと日本食に食べに行ったり。全部外食なの？外食と、僕はあのコロナの期間になると外食禁止になったので、うん、ホテルの部屋に炊飯器持って行ったりとかして、うん、部屋で食べたりとか。自分でやんの？炊飯器は。そうですね。持っていくの、はい、メジャーリーガーは。いや、あれキャリーケースとか入れますから。まあ、もちろんそうだろうけどとか、あとは球場にご飯を、まあ、あの遠征とかあるので球場のご飯を食べたりとかもしますし、うん、やっぱ日本の環境とメジャーの環境とでももう全然違う。あ、そうですね。遠征する移動だとか、はい、いろんなことを含めて全然違う。なんか日本のいいところももちろんあるんです。日本のいいところって逆に何、はい、ご飯美味しいです。あ、まあ、はい、ね、はい、メジャーのいいところは、まあ、移動は人に合わないです。あ、はい、接触がないってことね、はい、まあ、チャーター機ってまあよくこう、もう皆さん知ってるとは思うんですけど、地元だったら自分の車で空港行って車止めて飛行機乗って、遠征だったらみんなでバスで飛行機の下まで行ってとか。なのでなんかやっぱり、ね、新幹線で切符買ってとかってそういうこともないですし、まあ、完全に守られてるっていう感じですね。そうですね、セキュリティとかもしっかりしてますし、うん、なので移動は、まあ、移動時間はもちろん長いんですけど、うん、移動が大変かってるとそうではないというか、そこまでしんどくはないですし、しんどくはない。まあ、あとはホテルとかもやっぱりいいですね。そりゃスイートだもんな、文句言えないよな。いやいや、そのホテル自体もなんかいいというか、ね、はい、そりゃそうだよね、はい、ので楽です。あと、うん、そのホテルの遠征先のホテルとかでも別に家族が好きに泊まってもいいですし、うんうん、日本ってやっぱダメじゃないですか、うん、ちゃんと別に部屋を取って。なんでダメなのかね。なんか貸し切りにしてるからですかね、まあ、アメリカって貸し切りじゃないんで、うん、フロア全員バラバラで、うん、あとは家族にも優しいですかね、うん、遠征来てもいいよとか、うん、ホームの球場とかも子供たちがグラウンドで遊んでたりとか、あのキッズルームあったりとか、うん、でシッターさんがちゃんと球場にいたりとかするので、うん、そういうことを日本もやってほしいよね。そうですね、そうすればね、球場にもっとその来やすいというかね。そうだよね、大人も親も、はい、来やすいということでいいと思いますけど、ね、はい、さあデトロイトに、はい、移籍しました、はい、デトロイトでの目標は何ですか？もうでもワールドチャンピオンになりたいですし、うん、まあ、デトロイトと若いチームなので、うん、若い選手が多いのでやっぱりベテランとしての役割っていうのを求められているところもあるので、こうそういう役割を、ね、しっかり全うできるように。でもさ、数が多いじゃない、はい、いろんな地区に分かれてるじゃない、はい、だいたい覚えたもん。覚えました。あ、で、まあ、選手とかも、選手もだいたい覚えてますし、まあ、でも新しい選手どんどん出てくるじゃないですか、うん、なのでそういうところはこう分からない部分もありますけど、ある程度主力はやっぱ残ってるので分かりますし、まあ、でも、うん、あんまり関係ない地区とか地域だとあれどこだっけとかはありますけど、うん、でもその都度データも入ってんの？データは入ってますけど、でも来年になるとまた新しいものは入れつつ、うん、また調べ直したりとかはします。もちろん、まあ、デトロイトとは2年契約、はい、ね、はい、終わったら何歳だっけ、 38？ 終わったら37の年に契約が終わりますね、はい、そしたら日本に帰ってくる。どうですかね。まあ、それで10年なんですよね、メジャー、はい、いや、メジャー10年なんで帰る可能性はありますね。可能性だけ高いですね。でも、はい、向こうの契約がまだ契約してくれっていう風になったら、はい、それはまたそこで考えるし、そうですね、それはすごく悩むと思いますね。でも終わりとすれば、まあ、野球を終わる、はい、そうなってくると、はい、日本で終わりたい。僕は日本で終わりたいですね。いやー、じゃあ帰ってくるじゃない。まあ、とりあえずは帰ってくるだろう、はい、じゃあ、はい、まあ、最後は僕の中の考えですけど、最後は日本のファンの人に見てもらいながら現役を終えたいなと思ってます。それはやっぱカープなんです、はい、それは何とも言えないというか、オファーがないと帰れないですから。でも、まあ、12球団オファーあったとするじゃん、はい、もうね、その時には条件とか何とかっていう、はい、小さいこと言わないでしょ。小さいこと言わない、まあ、1億2億じゃまあ動かないよみたいな。それよりもやっぱ気持ちの、はい、まあ、気持ちはもちろん大きいですし、自分が必要とされてるのあればやりたいと思いますけど、でもさ、言いづらいな。いや、でも、でもさ、はい、黒田がね、はい、広島に帰ってきた時に、はい、
かっこよかったじゃない、そうですね、あの坂本勇人も言ってた、はい、やっぱかっこいい野球選手でいたいと、うん、それは同じでしょ、それは思います、気持ちは、もちろん、そりゃそうだよね、はい、ということはそういう言わせたいだけじゃないですか、いやいや、そういうわけじゃないよ、はいはい、まあ、もちろんそうですね、ね、愛着のあるチームですし、はい、必要とされるんであれば、うん、はい、やりたいなと思いますし、なんていうんですかね、かっこいい野球選手でありたいっていう部分と、その、まあ、僕がアメリカから日本に帰るときに、なんだろうな、応援されない選手になりたくないなっていうのはありますね、うん、その今更批判を受けたりとか、うん、そういう中で野球をやる必要はないのかなと思って、うん、まあそれはそうだね、応援、みんなから応援されるような、このね、選手になりたいなと思ってますけど、うん、はい、いやでも見てみたいな、やっぱりいいものをどん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 やっぱりメジャーでは吸収してるでしょ、はい、そうですね、はい、まあ、いろんなあの経験はしてきてるので、うん、まあ、それは還元したいとか伝えられるものは伝えていきたいなと思います、まあ、そうだね。